はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきたいと思います。プラス2021年初のスターホースポケットですね。今年もよろしくお願いいたします。というわけで、おはようございます。日吉はるかです。好きなものは可愛いものです。これ10月を2週ですね。菊花賞ですね、出走は。アルアインとか出るんですね。それは一国に任せよう。いい感じですね。ベストバ体重って480キロだよな。農園で収穫できます。調子がちょっと落ちた。なんでしょう、新春ガチャ。ブロフガチャ、やはり今いっぱいになってるみたいですね。電気ガチャ、メダルか。農園で収穫できます。条件を調整しないといけません。農園で収穫できます。118か。農園で収穫できます。もうレジェンドカタログってなんだ、引けば現れるのかな。農園で収穫できます。いい感じですね。調子悪いのか。まずまずですね。回復させましょう。480キロはベストバ体重です。調子落ちるな。今週はレースがあります。まずまずですね。疲労回復か。しかし嬉しそうで
ですね。あ、調子が上がりきれない。さあこの出来でどうなのだ。なんとかここで勝ってほしいですね。 4.1 倍、一番に。ただいまより投票受付を開始します。奇跡アルアイン、ミッキースアローだ。大激戦ですね。菊花賞、果たしてどのような結果になるか行ってみましょう。京都の芝 3000m、 ボバクラシック最終戦、菊花賞です。菊の舞台に放咲くのは誰か。肩の丸弁作が輝いてほしい。さあ、菊花香るこの時期に毎年展開される菊絵巻、 3000m の長丁場は騎手の腕の見せ所です。飛び出した12頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。ポパカテペトルが先手を取ります。12番ダンビライトが上がってまいりました。3番ウィンガナドル、それからクリンチャー、11番サトノクロニクル、そのうちからはバイデル文集、7番アルアイン、ほとんど馬体が合っています。ちょっと離されまして9番ミッキースワロー、そしてその後ろから8番奇跡。今日も勝利をつかむか。片野丸健佐と内田博之騎手、4番プレスジャーニー、2番黒い馬体里野アーサー。さあ前の方はどうなっているのか。順位が入れ替わっておりまして、先頭はウィンガナドルであります。その後ろ3馬身くらいあって、12番ダンビライト、そして3番手に6番クリンチャー、そのうちに5番ポパカテペトル、外を通って里野クロニクル、第1コーナーに向かいます。12頭内を通ってバイデル文集、それからもう1頭アルアイン、差が開いて9番ミッキースワロー、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、それから奇跡、そして外からは片野丸ペンサ、それから4番ブレスジャーニー、そしてしんがりから2番サトノアーサーという展開です。前でありますが、前先頭を行くのはウィンガナドル、3馬身リード、これを追って12番ダンビライトであります。そしてその後ろからクリンチャー、そのうちポパカテペトル、外を通りましてサトノクロニクル、内を通りましてバイデル文集、その外からは7番アルアイン、その後ろ5馬身くらいあって9番ミッキースワロー。早くも第3コーナーの山の上でありますが、奇跡、これが一番人気の片野丸ペンサであります。ブレスジャーニー、しんがりから2番サトノアーサー、先頭は依然としてウィンガナドル、これを追って12番ダンビライト、クリンチャー、ポッパカテペトルがその後ろ、先端まではまだ距離がある。さあ、大舞台で力を見せつけることができるのか。さあ先頭は、先頭はウィンガナドルが粘っている。ウィンガナドルが抜け出した。一番内ウィンガナドルが頑張っている。ミッキースワローが差を詰めてきた。サトノアーサー懸命に追う。サトノアーサーが差を詰めてきた。頑張る頑張る、つぶらとウィンガナドル、サトノアーサーが3番手、内か外か。サインはもう渾身の鞭さばき、並んだところがゴール。これはつらい。ミッキースワローか、ウィンガナドル、サトノアーサー、大荒れだ。あっちゃー。1着9番、理由も書かれてないのでつらいです。2着3番、レースを終えた馬が戻ってきました。いい仕上がりです。馬体はいい感じですね。農園で収穫できます。
ご存知ですか？まずまずですね。まずまずですね。本当、大根でも回復するんだ。献身集配かな。ご存知ですか？元気いっぱいですね。いい感じですね。馬券ですか？結局丸がいっぱいついてるのを買うのが一番ですね。難しい。さすがにこれはないかな。これで日経新春杯出しましょう。てか本当に関西の馬乗ってないな。関西のジョッキーがいないな。空きがない。一番人気ですよ。 2.6 倍一番人気。ただいまより投票受付を開始します。モンドインサロ、いよいよコバとの本格的な戦いですからね。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。アンカー名へと飛び出してまいります。あんまりいいスタートはなかったかな。まずまずのスタートを切りました。さあ何が行くのか。先手を取ってヒットザターゲット、ランクを外から行こうというところ、ロードバンドールがかわしていきました。それから離されまして、パフォーマープロミス、そのうちに9番ベルーズ、それからソウルインパクト、そして外からは11番ミッキーロケット、モンドインテロがその後ろ各馬第1コーナーに差し掛かります。これが一番人気のパタノマルペンサ、武豊騎手、この手応えはどうか。内を通って当選ビクトリー、それからアクションスター、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー差が開いて1番ドルークマクト、もう一度先頭に戻りましょう。8番ロードバンドールが先頭です。ヒットザターゲット、これと一緒にランコ、その後ろ3馬身くらいあって12番パフォーマープロミス、そして内からは9番ベルーフ、それからもう1頭7番ソウルインパクト、その外からはミッキーロケット、3番モンドインテロ、ほとんど馬体が合っています。そして1番人気のパタノマルペンサ、なかなかいい感じ、そのうち当選ビクトリー、そしてその後ろから6番アクションスター、ちょっと離れて1番ドルークマットでやります。さあ先頭の方はどうなっているか。先頭行くのはロードバンドール、5馬身リード、前前での競馬ヒットザターゲットと小牧騎手、
外を通りまして10番ガンコ、そして4番手に12番パローマプロミスであります。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ、旗の丸ペンさん直線の伸び足はどうか、一番内ロードバンドールが頑張っている、外からはガンコ懸命に手を動かして竹豊と旗の丸ペンさん、このまま粘れるか、ロードバンドールボンドインテロ懸命に追う、外をついているボンドインテロが来ている、頑張る頑張る横山とロードバンドール、ロードバンドールかガンコか、ほとんど同時、4着に上がってきたのは精一杯ですね。何が原因か、次は頑張りましょう。1着当番、2着8番、3着3番、それだけじゃないような、以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。ちょっと元気がないですね。チーズってあったっけ、チーズあったか、いい感じですね。聞いてくださいよ、新春ガチャをまた10回ガチャ引きましょう。そうなんだ、プレゼントが届いています。新春チケットか、はい、というわけで、カタノマルペンサー どうしたんでしょう。結構いい着順キープしていたのに、菊花賞からちょっと様子が変です。もしかしたら成長の限界達したのか、見守っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。